1は逆物語、告別式の帰り。可憐な女子高生だった頃の話です。中学時代に親しかった友達が亡くなったので、中学の時の担任の先生と一緒に告別式に出た帰りのことでした。私は友達が亡くなったことがショックで泣いたりぼーっとしたりしてたんですが、運転席の先生はしきりに助手席の私に手を伸ばして肩を抱いたり膝に触ったりしてました。最初は慰めてくれてるんだなと思いましたが、次第に触り方が執拗になってきて、太ももを撫でたり脇の下に手を入れてきたりしたんです。ふと気づくと車は住宅地から離れ、人気のない旧校殿の中を走ってました。なあ、お前ももう大人だよな。実は先生、前からお前のことを。そんなようなことを先生が言い始め、田んぼの中にポツンと生えてる竹林の陰に車を止めて、突然私の手を握ってきました。私はまだ先生の意図がわからず、先生が止めた竹林の中にお墓があることだけが気にかかってました。先生、ここお墓ですよ。え？先生は少し驚いたように竹林を覗き込んで、ぎょっとしたような顔をしました。ディアマ、亡くなった友達の名字。短く叫んで、先生は慌ててエンジンをかけ直して住宅街へ車を走らせました。私には何も見えなかったけど、先生にはお墓の中に何かが見えたようです。家に戻って冷静になってから、私は自分が危ない目に遭う寸前だったことに気づきました。私は幽霊は信じてなかったんですが、この時ばかりは友達が助けてくれたのかな、と思いました。